ご視聴ありがとうございます。龍が如く維新極みをプレイしていきます。おいでやす。ごゆっくり。新堀松助だ。話は聞いてるよ。この風呂は貸し切りってわけか。ああ、他には誰も入ってこねえ。安心だろ。あんたがサイの風呂や。そうだ。あんたは斎藤はじめ。自己紹介はいらねってわけか。まあお互い知りすぎるのはやめにしとこうや。なかなかいい湯だな。新堀から聞いているだろうが、天然理心流の使い手を探している。ああ、だがその前になぜそいつを探しているのか理由を聞かせちゃもらえねえか。余計な詮索はなしだ。その分金も払う。俺の情報料は浪人者に払える額じゃねえぞ。まあ今回は前金でもらってるがな。新堀からか。そういうことだ。何者なんだあいつは。長州藩の新堀松助。それ以上は知らん方があんたのためだ。そうか。だがそっちが先に詮索してきたんだ。好奇心がねえとこんな仕事続かねえんでな。まあ分かったよ。さっきのは忘れてくれ。試しに聞いてみただけだ。初めから仕切り直そう。天然理心流の使い手だ。どこにいる。ああ、まず順を追っていくが、天然理心流ってのは唯一紫衛館って道場に伝わる田舎流派だ。その紫衛館の連中が1年くらい前に江戸から京に登ってきた。あんたが知っているのはそこまでだったな。ああ。その後京に入った紫衛館の連中はある組織を作り上げたんだ。ある組織。その目的は幕府を後ろ盾とした京の治安維持。主に倒幕を画策する勤皇志士を取り締まることだ。何それって。ああ、そのある組織ってのは新選組だ。紫衛館の人間が今京で志士たちを切りまくっている新選組の幹部っていうわけだ。そもそも新選組局長の近藤勇って男、こいつが天然理心流の四代目宗家でな。近藤を含めた免許皆伝者6人が新選組幹部となっている。副長の土方歳三、総長山並圭介、1番隊隊長沖田総司、2番隊隊長長倉新八、6番隊隊長の井上源三郎、そして8番隊隊長の東堂平介。みんな京で名を挙げている人斬りだ。それじゃあ天然理心流の使い手は今は全員新選組にいるってことか。ああ、京に来た頃連中はまだ田舎流派と馬鹿にされていたが、すぐに大流派の勤皇志士さえ末物みてえに斬りまくった。そこへさらに千人の人斬りが集まったのが今の新選組だ。戦国時代でさえここまでの人斬り集団はなかったろう。その新選組幹部の中で1年前に土佐へ行った男はいるか。ん？そんなの調べちゃいねえよ。それに調べろと言われても難しいな。
そいつは新選組の懐に深く入って初めて聞き出せる情報だ。時間がかかりすぎる。そうか。するとあんたが探しているのは1年前土佐にいた天然理心流の使い手ってわけか。どうしてもそいつを探れってんなら相当弾んでもらわねえとな。いや、目的の男が新選組にいるのは確からしい。ここから先はこっちで。ほう、どうやって調べる気だ。ああ、ちょっとお客さん、今貸し切りでさかい。なんだ。いや、わからねえ。親分、そいつがどうしてもお風呂に入れろ言うて。入り口に貸し切りの札がかかっていたはずだが。そしたらわしが風呂屋に来る前に知らせに来とくんやったな。わざわざ店まで来た客に帰れ言うんか。ちっ、入るんならさっさと入れ。いつまでもそんなもん見せつけてんじゃねえ。サイの風呂屋いうのはお前か。とぼけても無駄やで。ちいと調べてもらいたいことがある。なんじゃこれ、このダフ。早く水で埋めんかい。おい、どこの大将だか知らねえが、何をそんなにイラついてやがる。何やと。じゃあな。ああ。待てや悪い。誰がイラついとる言うた。もう一遍言うてみ。誰がイラついとるって。手を離せ。遊びじゃ済まなくなる。へえ、望むところや。おい、少し騒がせ。だが、参ったなこりゃ。こっちのセリフだ。おい、冷た。お前らいい加減頭冷やせ。続きがしたきゃよそでやるんだな。おい、なんだ。これからいっぱいおごらせてくれ。おごられてやるよ。へえ。